こんにちは。キコネットワークのトヨタです。お時間になりましたので、ただいまから連続セミナー、脱炭素地域づくりを進める中間支援の仕組みと体制、第3回、日本での脱炭素地域を支える中間支援組織づくりの可能性を開催させていただきます。本日のセミナーはですね、地球環境基金の支援を受けて、日本環境学会の共同研究プロジェクトとの共催として開催をしております。本日もたくさんの方々にご参加をいただき、誠にありがとうございます。このセミナー、全3回のセミナーとして、これまでにですね、日本国内での脱炭素地域づくりの実現に向けて、多くの課題を抱えている地域自治体において、その必要となるノウハウや人材、財源などの面においてですね、支援をしていくような中間支援組織、こういったものの可能性とか課題とか展望、こういったことについて検討を行っていくセミナーとして開催をしてまいって、あの、開催をしてまいりました。これまでの2回においては、主にそういった中間支援が積極的に実施をされている欧州の動向について取り上げてきたわけです。今回のセミナーでは、日本国内でも脱炭素地域づくりを支える仕組みや、そういった推進支援組織の強化、こういった取り組みが起こり始めてきていますので、そういった取り組みを積極的にですね、展開をする地域自治体、こういったところを中心にしながらご報告をいただき、また今後のですね、仕組みとか基盤強化のあり方、そういったものについて検討をしていきたいと考えております。これからですね、セミナーの中では4名の方にご報告をいただきます。このご報告の資料につきましては、データをダウンロードをしていただけるようにですね、すでにウェブ上で公開をしておりますので、皆様におかれましても、そちらの方から資料の方をダウンロードをいただければというふうに思います。また、チャットの方でも、ダウンロード先お送りいたしますので、ご覧ください。また、本日の報告内容に対して質問のある方はですね、Q&A にですね、どなたへの質問なのかがわかるようにお書きをいただけたらと思います。報告者の報告がすべて終了した後には、質疑応答、議論の時間を取りたいと思っていますので、そちらの方でですね、取り上げさせていただく予定ですので、できればその質疑が始まる前にですね、ご記入をいただいておくといいかなというふうに思っております。またですね、質問にはできるだけお答えをする予定ですが、時間が限られておりますので、回答できなかったものにつきましては、可能な範囲で後日、回答をですね、文章でさせていただいて、そちらを公開案内させていただく予定になっておりますので、どうぞご了承いただきたいと思います。それではですね、内容の方に入ってまいりたいと思います。今日は4名の方にご報告をいただく予定ですが、まず最初の報告者はですね、木原さん、地球温暖化防止活動推進センターであり、また地域新電力会社のタンタンエナジーの経営も行っておられます。京都府丹波、丹後での地域での取り組みという形でご報告をいただきたいと思います。それでは木原さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。木原でございます。私の声聞こえておりますでしょうか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。では早速ですけれども、画面共有をさせていただいて進めてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、改めまして、私、木原と申します。今日この京都府温暖化防止活動推進センターと、そこから派生した形でのタンタンエナジーの事例について、ご報告をさせていただければと思います。私ですが、今、温暖化防止センターとタンタンエナジーという肩書きでお話をさせていただきました。で、もう一つ、その研究者としても取り組みをしておりまして、平岡先生、今日もあとでお話をされる平岡先生などと一緒に、特にヨーロッパ、オーストリアなどの持続可能な地域づくりについて、いろいろ事例を見て、それを本に書いていくなんてこともやってるんですが、そうした中で、中間支援組織が本当に必要だと、これがないと地域動かんなっていうのを、かなりのところヒアリングに行って痛感をしてきたところです。その感じたことのごく一部でも、なんとか日本で、実装していきたいなということで、今取り組みを進めているという立場でございます。さて、これはもうすでにこのセミナー一連の中でお話があったかと思いますけれども、平岡先生の方から中間支援組織の4機能と、地域再エネ事業における中間支援組織の4つの機能というのが提示されておりまして、こういうのをなんとか私も京都で実現をしたいと、あがいています。今日はそのどんなふうにあがいているか、写真などを見て、お話をさせていただければというふうに思っているところでございます。まず、京都府温暖化防止センターの例、ですけれども、
まず、この京都府の温暖化防止センターですが、京都府の地球温暖化対策条例の中で、このように位置づけられています。それは何かというと、中核的支援組織という、そういうふうに、明記していただいているというところです。さらに、京都府が府の責務として、センターがこの中核的支援組織、中間支援組織の役割を果たせるよう、京都府がその積極的な取り組みを促進できるよう支援をすると、努めるという表現ですけれども、府は、京都府のセンターを支援する。センターが地域の活動を支援するという形。まさにそれが条例の中に盛り込まれているというところです。いろんな地域の、条例などの中で、この温暖化防止活動推進センター、全国にありますけれども、それがどう位置づけられているのかって以前見たことがあるんですが、結構多くの自治体、地域において、環境保全団体というふうに位置づけられているところが多かったように、記憶をしています。そんな中で、環境保全の活動をやる団体ではなく、支援組織なんだということが明確に、位置づけられこれ京都府の特徴であり、ですから京都府センターの特徴かなというふうに感じているところです。センターですけれども、ビジョンを脱炭素型の素敵な京都、最近ですとデコ活という名前でいろいろ、取り組み、が進められようとしていますけれども、単に気候変動対策をするだけではなくて、持続可能な地域を作っていきたいと、それをビジョンとして掲げ、そのためのミッションとしては、中間支援だということを自ら位置づけ、そしてアクションとして担い手の方のサポート、そして単にサポートするというよりは、一緒になって地域で事例を作っていくということ、そして作った事例を展開していくということ、これをやろうということで取り組みを進めております。多くの主役の方と連携をしながら取り組みを進めていくというような立場です。例えばなんですけれども、自治体の計画づくりについて、そんなにコンサルさんのようにという関わり方ができているわけではないんですが、一部こんな取り組みもやりました。例えば、与謝野町さんが実行計画の区域施策編を作られるにあたって、その人は面白くて、町長さんはコンサルとかに委託せず、また、専門家の審議会とかに諮問をせず、地域のパートナーシップ組織、地域の事業所の方とか、市民の方が集まるパートナーシップ組織に対して、この計画のについての、諮問をなされたということで、そのパートナーシップ組織でみんなで意見出し合って素案を作っていったという、そういう面白い作り方がなされています。で、その時に温暖化防止センターも一緒に入らせていただいて、2050年の与謝野町の姿を、何回も学習会、ワークショップを繰り返しながら文字通り描いていくと、テーマ別、グループ別にどんどん描くという作業を本当にやっていって、最終的に1枚、これもそこのワークショップに参加されていた方が2人ぐらい中心になって、みんなの絵を1つに取りまとめてくださったのがこれなんですが、こんな感じに未来のビジョンを明確に自分たちで描いていくというののお手伝いを、私がもうそのワークショップのコーディネートさせていただいて入らせていただいたりしました。また、こういう計画作るときに住民アンケートをやることが多いんですが、ゼロ予算でもできることをまずやってみようと。実験段階なので、これどこでもできるわけじゃないんですが、インターネットアンケートの方を作らせていただいて、町の方で広報誌などでそれを、町の皆さんに、お願いをして、集計とかが簡単に、自動で出てくるというか、そんなインターネットアンケートの作成をお手伝いをしたり、排出量のデータっていうのをいろんなコンサルさんと、連携をしながらサポートして提供させていただいたり、また、これの執筆サポートというかですね、計画の背景の部分とか、パリ協定ってなんだとか、なんでこんな計画いるんだみたいなところを僕は各ところお手伝いさせていただいたりということで、この時の与謝野町のご担当者さんと、本当、地域の方々と一緒になって、まさに今作っていくなんてことをやってきたことがございます。もちろん他にも審議会とかいろんな形で、いくつかの、とか結構多くの計画作りに関わらせていただいております。また、自治体の職員さんの研修などもしておりまして、オンデマンドの研修というのを去年から開始をいたしました。その自治体ごとに少しカスタマイズをしながらという形になりますけれども、4テーマぐらい、15分ぐらいずつの動画を作りまして、それを見ていただいて、自分で撮影して、自分で YouTube、編集して YouTube に上げるってすごい恥ずかしいんですけど、そんなことをやりまして、アンケートというかクイズというか、中に出てきたようなことを答えていただくようなものもセットにいたしまして、これは有料でですけれども、自治体さんに提供をさせていただいて、基礎自治体、
自治体としては実行計画事務事業編とかのマニュアルの中で、職員研修やってくださいねっていうことが、まあ、求められているわけです。一方で、自治体の職員が一堂に会して研修をやるっていうのはなかなか時間も取れないですし、それを、まあ、コーディネートされる担当の職員さんも大変だということで、こんな感じに、少し時間を見つけながら、それぞれのデスクで研修を受けられるという仕組みを作ってご提供させていただいたりということで、いろんな京都府内の自治体さんにご利用いただいているというところです。また、最近で私が喜んでやっているのが、カードゲームを使った、2050カーボンニュートラルというカードゲームを使った職員研修、ワークショップでして、つい先日は、京都の木津川市というところで、市長さんや、それから部長さんとか幹部の方々向けの研修会でもさせていただいたと。自治体研修以外にも、金融機関の方や自治体の職員さんが一緒に集まられる場などでも、こういったものを応接させていただいております。さて、過去に実施をしてきたようなモデル事例ですけれども、今、全国のどこの電気屋さんにも貼られているこういう省エネラベル、20年ぐらい前には日本になかったわけなんですけれども、こうした多段階省エネラベルの設計の時、これの立ち上げのところから私も関わらせていただいて、ちょうど京都府域全域に広げていこうという時に、京都府の温暖化防止センターを立ち上げましたので、京都の全域に広げていくところをセンターになってまいりました。いろんな市町村さんと連携しながら社会実験をやっていくと。その後、京都府京都市でこれが添付が条例化されて、その後、他地域にも広がって、全国の統一の省エネラベルというものになっていった、国の政策に取り入れられていったんですけども、この国の政策、制度づくりの委員会にも、私の前の事務局長、センターの事務局長が出ていって、参加させていただいて、国の制度づくりまで関わっていくような、この一連のプロセスをやってきたというのが、モデル的な事例でございました。また、他に、京都府産の木材の認証制度を京都府さんと一緒に作りまして、その認証の事務局っていうのを長い間やってきました。今、事務局はお隣にあります京都府木材組合連合会さんに移管をしてお引き受けいただいておりますが、その制度設計立ち上げして、十数年にわたって、この証明書ですね、どこで切られた木が、どの製材所で製材されて、どこの現場に使われたのか、その輸送にかかる CO2 排出っていうのを、一件一件計算をしていって、証明書を出すような、それを地域の事業所の方と連携してやるような仕組みを京都府さんなどと一緒に作ったりしてまいりました。あとは食べ物の地産地消も、学校給食や、堀場製作所さん、島津製作所さんなどの社員食堂にもご協力いただいて、取り組みを進めまして、それを計算をしてみますと、これ学校給食のメニューを決める先生方と一緒に漁港に行って、その魚使ってくださいよということで、きっかけ作りと関係作りをしてきたような場面ですけれども、普通に、食材を買うのを調達するのに比べて、京都府産食材を使ったさっきのメニューは、これぐらい輸送の CO2 削減できましたよみたいなことを計算してお示ししたりなんてこともやってまいりました。はい、そうです。社員食堂でもこういったことを取り組んでいただいたというようなところです。こんなモデル事例を作って広げていくと。単に啓発をやるだけではなく、仕組みを作っていく、関係を作っていくみたいなことに取り組んできたつもりです。もちろん、センターの役割として、啓発、情報発信というところも重要ですので、そのための仕掛け作りというのもやってきています。こちら、舞鶴市さんと連携してさせていただいた、コロナ前の様子ですけども、ここ全部環境関係のブースなんですが、すごい賑わいがあると。で、見ると、なんか射的とか輪投げとか書いてあるんですけども、それぞれのところ行ってみるとですね、射的のところは実はクイズになっていて、温暖化対策に関して答えながらやってもらうとか、あるいはブースを出していても、なかなか人は近寄って見てくれませんので、見てくれないときには隠した方が、ちょっと隠すと人は近づきたくなる。隠されると見たくなる。こんなですね、行動経済学というか仕掛け学の応用をさせていただいて、こんなツール、ノウハウを作ってですね、こんなのを提供して、いろんな自治体さんの啓発の時にも使っていただけるような、ノウハウを自分たちでも蓄積して、市町村さんに貸し出しなどでご提供したりということでサポートをさせていただいていると。推進さんなどと一緒に啓発をやってきています。
また、京都府さんの委託で京都府さんと連携をしましてやっている、小学生向け、まあ、その家族向けの夏休みの、目指せ CO2 ゼロチャレンジというものをやってきているんですけれども、去年は100校以上の学校に、去年はというかずっと長くですけれども、100校以上の学校に参加をいただいて、参加世帯数が1万世帯以上ということで、この規模のものを毎年キープしていくと。で、単にこまめな省エネをやってくれという話ではなくて、中身には脱炭素型の暮らしとか、京都との絵に描いてみようとかですね、そういったことも描いていただいて、未来を想像するという、ということをテーマにやっております。そして、それが京都府さんと、それからタクシー業者さんと連携して実現したのが、ここに書かれた未来の姿、子どもたちが書いたものがタクシーのラッピングに使われたりみたいな発展もございました。またいろんな商業施設などでの啓発なども事業所さんと一緒にやったり、これを京都府さんなどと連携して実施をしていっているというところです。で、地域の主役の方々、重要なパートナーに温暖化防止活動推進員の方々がいらっしゃいます。さまざまな研修会を実施をいたしまして、取り組みのサポートを、少しさせていただいております。去年報告された推進の活動件数がおよそ1500回、これは勉強会に出たとかっていうのは全部除いて、対外的な活動のみをカウントしてこれぐらいの回数というのが報告されている。これすごいのは推進さんたちで、我々が何をやっているというと、ちょっとしたお手伝いなんですが、でもすごく誇りに思えるような数字かなと私たちは思っております。で、推進さんの中にはやっぱり市民のみんなでお金出し合ったりして、保育園などで公共的な公共性が高いところに太陽光発電をみんなでつけていこうという取り組みをされている方々がいらっしゃって、そうした方々の取り組みを他の地域にもご紹介をしたりといった取り組みもしているというところであります。このあたり推進さんがすごいという話であります。もちろん省エネ相談なども商業施設などでも実施をしております。このように京都府の温暖化防止センターでは、中核的支援組織と明確に京都府でから条例で位置づけられていて、その役割を果たすべく、さまざまな仕組み作り、モデル的な取り組み作り、そして、人材育成ってなんか偉そうですね。情報の発信をして使っていただけるもの、作ったり、ノウハウを自分たちでも開発して一緒に作っていったり、そうした情報発信などをやってきているというところです。ただ、そうした中で、足りなかったのが、もっとエネルギーの地産地消という本丸に踏み込みたい。なかなかそれが私たち自身もできてなかったし、自治体さんが独自にやろうと思っても、自治体だけでできるものではないということで、じゃあそのためのサポートの団体を新たに作りましょうということで、派生する形で作ったのがタンタンエナジーという会社です。はい、自治体のエネルギー政策のサポートを目的に設立した地域新電力です。ただ少し形として面白いのは、資本金の多くを立命館が持っている。こうした持続可能な地域づくりをやっている研究者、研究機関がお金を出し合って、またこれ、龍谷大学の研究プロジェクトが生まれているということで、すごく大学とのつながりが強いんですが、そうした研究成果を社会に実装しようということで、こうした取り組みというのを開始をしております。最初は先日福知山市からも、出資をいただいて、市も出資する、地域の新電力として取り組みを進めてますが、タンタンエナジー、丹波丹後とつながる電気、というのをキャッチフレーズにやっておりまして、京都の中北部で、いろいろサポートさせていただきたいなと思ってやっております。最初は福知山市の小中学校とか福知山城とかに、再エネの電力の供給っていうのを開始しました。また家庭の卒フィットの電気の買い取り、それを地域の小学校などにお届けしていくという間をつないでいくという取り組みから開始をいたしました。で、エネルギーの調達、最初は他地域のものを購入してということだったんですが、この4月からは、丹波地域、お隣の兵庫県になるんですが、丹波地域のパルプ製造 工程から出る国益などを使ったバイオマス発電の電気というのを調達をさせていただいて、それをメインに供給をしています。で、家庭向けの電気の販売をもしているんですが、その時に電気を単に売るだけでは面白みが出ませんので、丹波丹後地域の6次産業、地域も元気にする美味しいものを作っておられる方々にご協力をいただいて、お願いをいたしまして、そうしたものをご紹介させていただいて、カタログギフトのように選んでいただくと、顧客の方に単体エナジーがお金を支払いしてプレゼントする。それによって、こうした六次産業の担い手の方と、消費者の方とつないでいく、つながり作りの事業なんかをやってまいりました。
また、福知山市は市の施策として SDGs 推進のパートナーの登録制度というのを作られました。それを地域新電力、これは福知山市さんのプレスリリース資料ですが、我々も関わらせていただいて、個人の住宅向けの対応、電気代の一部を地域の SDGs 推進をされている NPO さんなどに寄付をさせていただくと。去年は福知山で子育て支援をされている NPO さんに売上の一部を給付させていただく。こんな形で、地域の取り組みのサポートもさせていただいております。で、最近やっている取り組み、これが今日の話の最後になりますけれども、みんながお金を出し合って、力を出し合って、再エネ発電所と防災施設をつけていこうという取り組み、市民出資型のオンサイト PPA 事業というのを実施をしております。北斗信金さんとかプラスソーシャルインベストメントさん、金融の力もお借りをいたしまして、こういうのを設置していって、蓄電池とか、V2B、いざとなったら電気自動車から建物に給電もできる、そんな仕組みも入れていくというのを、中学校とか体育館に入れていくということをやってまいりました。2基で500キロぐらいの太陽光発電を設置をいたしました。で、福知山市さんから屋根を借り受けて設置をする、その初期投資は福知山市さんは出さずに、出さなくても大丈夫なように屋根を貸してくださいと、で、我々がお借りして設置をするんですが、そのお金というのは、地域の金融機関さんとか、それから投資の会社さんを通じた市民出資、皆さんからお金をお預かりして設置させていただいて、電気の自家売りを自家売りいたしまして、上がってきた収益からまた皆さんにお返しをしていくと。で、単にお金を、出資者の方には単にお返しを、お金をお返しするだけでは面白みが出ないので、地域の新たな名産品などをお返しするということもやってます。実は北斗信金さんもこの仕組み面白いねと言ってくださってまして、北斗信金の窓口からこの出資金を振り込んだときには、その振込手数料を北斗信金さん持ちで、振込手数料無料で振込をしていただけるような、そんなサポートまでしていただいているというようなところです。これによって、いろんな地域にスピーディーにできる、いろんな施設にスピーディーに防災施設もできていく、地域のお役に立っていく、そして再エネも増えていくというふうなことをやって、将来結果として、再エネを増やすということがいいねと思っていただけるということを目指しているというところです。こうした話というのは自治体さんだけでできるものでもありません。もちろん私たちだけでできるものでもありません。金融の力もお借りしながら、また大学の力もお借りしながら、パートナーシップによってできていく、こういう仕組みを京都府の温暖化防止センター、そこから派生するタンタンエナジーが作らせていただくことによって、ちょっと面白みを出せたかなというふうに思っております。もちろんそういう仕組みを作るだけじゃなくて、啓発活動、教育啓発活動をやったり、近隣の自治体の方の研修会、現地見学会などを企画をしていったり、また視察の受け入れなどをしていったりということで、せっかく作った事例の情報をどんどんお伝えをしていって、みんなでノウハウを共有しながら、お互い面白いことをもっとやっていきましょうといったこともやっていると。この辺が中間支援組織の重要な役割だと平岡先生もおっしゃっているところなので、タンタンエナジーとしても取り組みを進めているところで、環境省近畿事務所の事例集にも掲載していただいたり、先日はジェピアさんのソーラーウィーク2023というので優秀賞を受賞し、今ちょうど今日受賞式が行われるところですけれども、そうした形で少し注目もしていただいているというところでございます。一旦以上で私の報告終わります。ありがとうございます。はい、木原さん、どうもありがとうございました。本当に多様にわたるですね、取り組みをされているということが、この報告を聞いて伝わってきたのではないかなというふうに思います。ありがとうございました。それでは続いて2番目の報告に移りたいというふうに思います。長野県上田市での取り組みという形で、上田市民エネルギーの藤川さんからご報告をいただきたいというふうに思います。それでは藤川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。長野県上田市を拠点に活動しております上田市民エネルギーの藤川です。私たちは自然エネルギー新州ネットと上田リバース会議という2つの取り組みを、紹介したいと思います。よろしくお願いします。私は広島県生まれなんですけれども、2005年から移住してきた移住者なんですが、NPO を2011年頃に立ち上げて、3つの柱で活動しています。その中の話をさせていただきたいんですけれども、それに関わる、
組織として自然エネルギー信州ネットがあります。まさに私たちこれ中間支援組織だなと感じているんですが、その話から入りたいんですけど、まあ本当に今、中間支援ができているかというと、まだ道半ばかなと思っておりますが、まあ、その前に、上田市民エネルギーはきっかけとして 3.11 がありました。誰かが解決してくれるだろうと期待をして、まあ、市民活動をやってたんですけど、まあ、そういうわけにはいかなかったし、意見や勉強だけでは自然エネルギーが増えないということを、まあ、自覚させられました。突きつけられました。それで、市民も具体的にエネルギーの担い手になろうと思って始めたのが、あいのりくんという事業です。11月にスタートしたんですけど、誰でも参加ができる市民出資型太陽光発電ということで始めました。今日までに72箇所、約960キロワットを設置しています。住宅が多いんですけれども、まあ、事業所とか大学のキャンパスとか、公共施設とか、ソーラーシェアリングも1箇所やっています。最近はリコージャパンの上田事業所さんにも付けさせていただいて、コラボがスタートしています。市民出資の総額は1億8500万円を超えました。全国どこからでも10万円から出資できるエネルギーアクションとして、まあ、いろんな動機で、いろんな感覚で、上田の人もいるし、東京の人もいるし、いろんな方々がまあつながりながら自然、太陽光パネルを増やしています。まあ、とはいえ、私 3.11 の日はかっぱ寿司でアルバイトをしていました。本当に何の知識も経験もなかったけれども、市民活動ならできると思ってやっていたんですが、まあ、いのりくんを立ち上げることができたのは、ちょうど同じ時期に、その 3.11 の少し前に、長野県が、特に安倍知事、今の知事が、選挙の公約にもされていました、自然エネルギーの自立地域を作りたいということで、もうすでに、全県を網羅する、協議会の準備をされていました。まあ、その後 3.11 の後に、7月に設立されたんですけれども、まあ、ここに随分サポートしてもらったおかげで済みました。市民発電の草分け的存在、飯田市の磯間新興エネルギーの原社長がその頃、随分相談に乗ってくださいましたし、太陽光部会というのがあって、各事業者さんが藤川さん何も知らないねって、その時はキロワットじゃなくて、でキロワットアワーをつけるんだよとか随分親切に教えてもらいましたし、まあ、フィットは始まったばかりで何をどうしたらいいのか多くの事業者は分からなかったです、まあ、市民団体は私たちだけでしたけれども各種情報の収集を、まあ、ちょっと先輩格の事業者さんが教えてくれたり、県が断るごとにあいのり君も発信してくれました。テレビや新聞社からなんか自然エネルギーの話題はないですかとかって言われたら大抵あいのり君を紹介してくれたり、知事とかまたは県の、いろんなところに出かけていったプレゼンで、あいのりくんというのが生まれましたと。それは自然エネルギー信州ネットの、産物ですと。で、3年ぐらい前の COP でもジャパンパビリオンで知事が、プレゼンした時にも写真付きで紹介してくれたり、あちこちで、こんなサポートを受けながら上田市民エネルギーは信州ネットをもうほっとフル活用してあいのりくんを育ててきました。で、まあ、もともと設立の目的は、各地に、プラットフォームを作り、それを集約するのが信州ネットなのだと。ということと、地域が主役のエネルギー事業を創出させていこうっていう、この2つの柱でスタートしました。まあ、いのりくん以外にも、県の県営施設の、下水終末処理場の屋上で、1メガ規模の、屋根貸し事業を行って、これは本当連携事業だったので、収益の一部を毎年信州ネットの運営費に入れてくださってるんですけど、とか、あと多分全国的にもすごく早かったと思うんですが、2012年に、この信州ネットのネットワークから学校の屋根を借りて、発電事業をやろうという屋根貸し事業がスタートして、その後県内に広まりました。そして雪の深い木笠地区というところがあるんですけど、飯田のお日様ファンドさんの力を借りて市民出資の太陽光発電ができたり、こういった連携事業がすごく増やそうと思って始めたものの、信州ネットの中ではこういったものばっかりはそんなに思ったほど次々とは増えていきませんでした。初めて5年後ぐらいに知事はもう信州ネット閉じようかという話も出ましたが、私は一番貢献してもらっている団体なので、いやいや、
県とこんなに近い、県とずっと作戦会議ができるこの組織がなくなったら長野県の自然エネルギーの事業は進まないと、まあ、いろんな議論をした上で継続することになりました。で最近は、まあ、さまざまな、まあ、専門性も高い、社会も随分変わってきましたので、いろんな、まあ、サポート事業ですとか、環境省の中核人材育成事業も各地でやっています。まあ、そんなことでいろいろ進めているんですが、日常的に信州ネットは長野県と情報交換や検討会議を続けています。民間の方が経験がこう豊富になってきたんですね。県の担当者は変わるんで、まあ、いろいろとその都度の、検討事項を一緒に考えたり、あと小規模自治体が県内にはたくさんあります。区域政策編を作るのすごく大変なんですが、それを信州ネットがサポートできないかということも検討しています。まあ、それを誰がやっているのか。理事の皆さんが、それぞれに専門分野を持っていて、それぞれに、サポートしていますが、まあ、基本はボランティアベースです。まあ、ちょっと有償ボランティアのレベルのものもありますし、事務局長の浅尾さんが、まあ、ほとんどこの事業は浅尾さんの企画なんですが、フルでやってるわけじゃない、週に2日やってるはずなのになんか毎日この信州ネットの仕事をしなければいけないとか、大変な、まあ、この人材の問題が一番大きいかなと、つまり予算の問題ですね、とやりながら進めています。で、信州ネットが今日の会で求められている中間支援組織なのか、これが目指す形なのかというと違うと思います。まだまだ発展途上だと考えています。さて、次に上田リバース会議の紹介をさせていただきます。対話と学びで地域の共感を高めて、まあ、地域のこう具体的な、取り組みを進めていこう、引っ張っていこうという取り組みです。まあ、これも中間支援の、一つの形かなと、先ほど平岡さんにも言っていただいたのでちょっと聞いてください。2019年、上田市第2次総合計画後期まちづくり、計画の策定時期に私委員だったんですけれども、千葉商科大学の田中慎一郎さんに、市民には何ができますかね、魂のこもった計画にしたいんですって言ったら、上田のデータを集めて地域のステークホルダーたちとこの苦い現実を受け止めましょうという提案がありました。それで上田のいろんな計画の冒頭にあるデータをかなり集めました。150ぐらいは集めたと思います。それを全部広げてみて上田の状況を俯瞰するという作業をやりました。例えば上田の人口が減っていくことは確実です。どのぐらいのスピードかというと、国の試算ではあと50年ぐらいで 35% 減るだろう。市としてはいろいろ施策を取りますよって言って、まあ、25% 減ぐらいに抑えると言っていますが、いずれにしても大きな人口減少が起きます。高齢化社会になることも確実です。2035年には10人に4人が高齢者になる。それを若い世代が支えることになります。街中の、これ住宅地図をちょっと塗ったんですけど、このピンク色のところ、全部駐車場です。空き家になった後、まあ、もう家管理できないし壊そうって言って、もうたくさんの駐車場ができていて、まさにスポンジ化が見えるようです。そんな街中ですので、中心市街地の店舗の販売額はずっと低下し続けています。地価も下がり続けてきました。一番、すごく下がったのは、14年で5分の1の地価になったエリアもあります。これは中心市街地だけではなくて、上田市全域にで下がっています。そして、2019年に、上田市が行った住民アンケートで、上田市民の最大の不安は車の運転ができなくなり、免許返納ですね、移動手段が確保できなくなることが一番多かったです。どうやって暮らしていこうか、病院にどうやって行こうかっていう不安がありますが、上田市民はもうほとんど自家用車で移動してるんですね。これは通勤通学のデータですけど、自家用車が 70% 以上です。自転車とか鉄道はちょっとありますけど、まあほとんど自家用車で暮らしやすい上田市なんですね。そして上田市内の高校生の 57.6%、 これ去年の調査なんですけど、家族の自家用車の送迎で通学しています。みんなが学校までじゃなくて駅までというのも含めてですけれども、ちょっと大ごとじゃないでしょうか、これって。
で、これ、別所線という、上田市を走っている、鉄道の乗客数の推移ですが、2000年頃急激に減っています。ちょうどこの頃、町の真ん中を千曲川が流れてるんですけど、そこを渡す時田新橋と上田大橋って大きい橋が開通して、また別のところにバイパスも通ったという年が2000年頃です。つまり、車の利便性を向上させると公共交通は自動的に、衰退していくということがとても分かりやすいデータかなと思います。この自家用車、ゼロカーボン的にはもう全然ダメですね。一人を1キロ移動させるときの CO2 排出量大変多いです。できれば鉄道やバスを使いたいものです。上田市の CO2 排出量が最も多いのは、まあ、地方都市はほとんどそうですね。運輸部門です。まずい、上田は持続不可能だと私たちはもう言葉にし始めています。それで、まあ、そういうわけにはいかない、ただ見ているわけにはいかない。上田リバース会議というのを始めました。上田をリバース、逆転させてリバース、再生させようという会です。市民が企画をしています。業種の、私たちエネルギーだけではなくて、造り酒屋さんとか福祉の人とか建築の人とか、まあ、いろんなタイプの人がいて、異業種の有志の集まりで、上田ビジョン研究会を作りました。で、なんとうまいこと言ったんですけど、共催を上田市がやってくれています。市民が、参加者は市民、行政職員、議員、議員は国も県も市も来ます。企業、金融機関、大学生、高校生が立場の垣根を越えた学びと対話の会です。2021年よりこれまでに17回開催して、延べ2000人以上が参加をしています。地域課題の中の波及効果の高い大きいテーマを選んでいます。公共交通が変わればたくさんの、解決できる問題があると。移動だけではないです。健康だったり、都市計画だったり、やっぱり私たちが上田で暮らしていく中ですごく大きな影響を与えられるもの、まあ、公共交通以外にも、エリアビジョン、街中をどうするかとか、公共施設がもう老朽化してるけどどうするんだとか、まあ、いろんな会をやっています。で、来週の14日6時からオンラインもやりますけど、街中デザイン会議というのも開催しますので、もしよかったらオンラインでご参加ください。1回200人から200人の参加があります。上田市職員は、まあ、担当課の人たちが参加しましょうよって、いろいろ声をかけてくれて、担当課の、交通だったら交通の担当課の人が、まあ、特に参加しますけれども、そうではなくて もう毎回参加してくれる常連のような皆さんもいます。で、去年ちょうど上田市の温暖化計画の改定に合わせてゼロカーボンをテーマに4回も開催しました。ちょっと特に力を入れました。第1回はゼロカーボンを実現した上田ってどんな街というタイトルで、田中慎一郎さんに講師をお願いして、ゼロカーボン社会への認識を転換してもらおうということをやりました。ゼロカーボン社会になると何か困ることありますか、という問いかけです。これまでの炭素文明、化石燃料を燃やす文明ってみんなが豊かで幸せでしたか、という問いが最初にありました。大量生産で、大量で高速な移動で、人口や産業が都市に集中して大量消費、これってみんなが豊かで幸せですか、というような、まあ、あの手この手で、このゼロカーボンの社会を創造する、会になりました。2時間半の会なんですけど、参加者の意識の変化が、認識の変化がありました。ゼロカーボン社会のイメージ、会の冒頭ではなんか好きな時間に電気を使えなくなるんじゃないかとか、車に乗っちゃいけないって言われるんじゃないかとか、食べ物たくさんもう作れないのかなとか、好きなところに住んだら藤川さんに怒られるんじゃないかとか、そんな発言がありました。会の終了時には、暮らしの選択肢が増える、近所の店が残る、健康的になれる、人権が大事にされるんだな、ゼロカーボン社会は、というふうに大きく変化がありました。これはアンケートでもそのように出ています。で、第2回目は2050ゼロカーボン上田への道というタイトルで、信州大学人文学部の千野先生に講師をやっていただいて、
2030年 CO2 削減目標はどうやって算出するんでしょうねっていうレクチャーとか、まあ、地域課題に関するゼロカーボンの話をしていただきました。もうその頃長野県は2030年、までに 60% 削減という当時多分日本で一番高い目標を立てていました。それはこうやって作ったんですよって言ってデータを使ってグラフを見せてこう線を引いてこうやって作りましたというこの策定方法を、解説があった後に、さあ上田市の場合はこうですから数字がこうですからこういうふうに線を引いてこういうふうになりますね、まあ、だから何パーセントとは私は言いませんけどっていう感じで、策定の、まあ、算出方法ですかね、の解説がありました。まあ、それ以外に、ゼロカーボンは地域の課題解決にいかにつながっているか、身近なところにゼロカーボンのかけらがたくさんあるというレクチャーもありました。この時のアンケート、この上田市のゼロカーボンの2030年の目標についてどう思いますかという質問なんですけど、気候変動を止めることを前提に目標を立てるべきだ、または目標は高いが知恵と力を合わせて頑張ろうというこの意欲的な、方々が意欲的な答えをした方が 74.5% もいます。この皆さんは高い目標に賛同しているということが分かります。もちろんこの結果を、上田市の担当者に渡しました。3回目はとはいえゼロカーボンできない理由を挙げてみようという回です。できない理由が解決の鍵なんですよね。できないメソッドというオリジナルのやり方で、ちょっと導き出してみました。できないメソッドっていうのはできない理由から解決の鍵を自動的に見出す手法です。あ、私たちが作った手法です。ゼロカーボン、さてさて、最初にゼロカーボンできないこととかやりにくいことは何ですかと聞きます。次に、それはなぜできないんですか？なぜやりにくいんですか？と、できない理由や背景を聞きます。そして、それはなんでなんですか？できない理由の理由とか背景を聞きます。で、最後に、なんか見えてきませんか？解決の鍵は何でしょう？というふうに、まあ、順番に進めていきます。まあ、Google フォームに書いてもらったら、もう出るは出るは114もできないことが出てきました。まあ、その言葉をちょっと、出現頻度の代償で表示していますが、なぜできないか。もういっぱい、これもそれはなぜなのか、もういっぱい理由が出ました。もうたくさん出てきて、まあ、お金がない。っていうことが一番多かったので、じゃあお金がないから太陽光発電の設置ができない。それはなぜなんですか？その背景は何ですか？と聞いて、まあ、いろんな答えが出てきました。まあ、高いからだとか、めんどくさいからだとか、もう現状に満足してるんだとか。じゃあそれは何でなんですか？メリットがわからないから、日々の生活が苦しくてそこまで考える余裕がないんだとか。みんなやってないのに自分だけ新しいことにチャレンジするのは不安であるとか、より具体的な、まあ、面白い、なんか赤裸々な、普段聞いたことのないような、セリフも出てきました。では、じゃあ皆さん、今まで出てきた中から解決策見えてきませんか？ということで、21個の解決策が出てきました。費用対効果を明らかにすればいいんじゃないかとか、まとまった人数で発注してコストを削減すりゃいいんじゃないか。これは長野県がもうやっていますが、法律により義務化すりゃいいんじゃないか。これ後で分かりましたけど、これ市の職員の方のコメントでした。まあ、いろいろな、こうやって、参加者の中からこんなにたくさんの解決法が出てくるメソッドです。できないと言ってもいいんですよ。いいの、本当に。できない理由も言っていいんですよ。としています。もうすっごいみんな張り切ります。なんとなくできないと結論付けて思考停止しがちで、できない理由とその背景を順番にはっきりさせてくると、おのずと具体的な解決策が湧いてくるというのをみんなで体験しました。で、最後に、まあ、シンポジウムを行ったり、まあ、このシンポジウムではもうすでに始めている野心的なファーストペンギンたちに登壇してもらいました。で、まあ、これ策定中にやったんですけれども、3月に発表がありました。上田市の2030年の削減目標は 57%。これは2010年比の長野県の 60% と同等です。
すごいやったねっていう感じで、私たちはやっぱりこのリバース会議が力を持ったなと思っています。リバース会議から生まれた成果、いろいろあります。参加者の意識の変容以外にも、交通まちづくりという言葉が、上田で定着されています。市議会でも出てくるようになりました。そして目標も上がったし、今日発表になったんですけど、環境省の脱炭素先行地域に、上田市、選定されました。市内の別所線の、脱炭素化と交通まちづくりが柱になっています。これ上田リバース会議でずっと取り扱ってきたテーマです。上田市民エネルギーは共同提案者になりました。それから県のなんか委員も私、交通の委員もさせていただくようになって、いろんな成果が生まれ始めています。社会はすぐには変わらないという経験を私、相乗り君を12年間やってきて感じていますが、でも1回の上田リバース会議で意識の変容が起きることがあります。その変容の鍵は、これは私の仮説ですが、行政も事業者も市民も地域の多様な立場の人たちが一緒に学ぶこと、それから立場を超えて少人数で対話をすること、匿名で発言すること、それらが効果があるのかなと思っています。何より一緒に先行地域に申請するほど、いろんな市の担当者たちとのコミュニケーションが深まって、同志のような気持ちになる人がすごい増えてきたことが、一番の成果かなと思います。この冊子も発行しています。無料ダウンロードできますのでご覧になってください。この立場を超えた共感と学びのこの仕掛けが、認識の変容を起こし、地域の脱炭素を加速させるんじゃないかなと思っています。はい、私からは以上です。ありがとうございました。はい、藤川さんどうもありがとうございました。上田リバース会議のお話、大変印象深くてですね、他の地域の、すごく参考になるような取り組みなんじゃないかなということをお伺いしていて思ったところです。また、脱炭素先行地域、今後の、ね、展望も期待したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、3番目、3つ目の報告といたしまして、高知県での取り組みということで、高知県地球温暖化防止活動推進センターの中村さんからご報告をお願いしたいと思います。中村さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。高知県地球温暖化防止活動推進センターの中村と申します。本日はよろしくお願いします。ですね、7月にも、気候ネットワークさんから、お声掛けをいただいて、で、黒潮町、高知県黒潮町で、行った、温暖化対策実行計画、それについて、こういうふうに作りましたよっていうような、事例をご報告させていただいたんですけど、今回、じゃあ、中間支援組織として、温暖化防止センターとして、どのような関わりをしたのかというような、ちょっとこちらに焦点を当ててお話をさせていただきます。動かない。あ、いた。はい。で、改めまして、自己紹介、になりますが、所属は、環境の森高知という、NPO、に所属しておりまして、この NPO が高知県から、地球温暖化防止センター、の指定を受けて、運営をしております。で、この地域センターっていうのは、温帯法に基づいて、各都道府県に、一つ、センターがありまして、で、一部の政令市なども入れて60ぐらい、今全国に、このセンターがあります。で、その中で、温暖化防止センターとして、地域の温暖化防止に関する普及啓発だとか、で、あとは、自治体の、温暖化対策実行計画づくり、のお手伝いとかをしておりまして、令和4年度には、黒潮町、及びに、日高村の、実行計画の、策定に、関わらせていただきました。で、今年度はですね、こちらの環境省の方の事業に、関わらせていただきまして、佐川町、朝ドラ終わりましたが、牧野さんの、ところの佐川町の計画づくりを、今行う準備を行っていたり、もう一つ黒潮町の方で、昨年度は、区域政策編でしたが、事務事業編の方も、てこ入れをしようということで、今年、この計画づくりに関わらせていただきます。
はい。で、で、この、じゃあ、高知県の温暖化防止センター、どういった、体制で行っているかと言いますと、まあ、こちらの、まあ、センター長から業務担当まで、一応、まあ、4人でということなんですが、このセンター長の方が、なかなか、センターに、事務所に、常駐しておらず、結構県外飛び回ってて、ずっといるわけではないんですよ。で、何をしているかと言いますと、まあ、本業が、自治体職員さん向けの研修などをやっている、まあ、講師、をしておりまして、なんか自分で本業とかっていうんで、いやいや、センター長って腰掛けじゃなくて、ちゃんと考えてくださいみたいなことをたまに言ったり、してるような感じです。で、あと、まあ、事務局長の方ですが、まあ、こちらも、まあ、主にこの自治体の支援というところでは、まあ、経理担当が主になってまして、まあ、実質この業務担当中村と上田、この二人で、進めていっております。こんな体制でやっております。で、まあ、主な、業務、温暖化対策に関する業務ですが、先ほど申しました、佐川町の方の計画づくり、それから黒潮町の事務事業編と。で、もう一つ、高知県日高村の方で昨年度、計画作りを行ったんですが、まあ、これもきちんと、進捗管理なんかもしていきたいということで、こちらの、まあ、進捗管理などを行う、会議の、業務などの自宅もしております。で、もう一つが、地域における地球温暖化防止活動促進事業、こちら地域センター向けの、環境省の補助事業なんですが、まあ、これ広く、住民さん向けの、普及啓発から、事業者向けの支援、それから自治体の支援をやっていこうというような、こういう業務を、今年度自作して行っております。はい。で、まあ、なかなかこの二人体制で、まあ、今年度、佐川町の方の区域施策編、それから黒潮町の事務事業編、で、日高村の、まあ、進捗会議みたいな、まあ、この三つをやるのって結構、実はまあ、マンパワー的というか、当センターの力的にもなかなかしんどいんですが、実はこれ環境省の補助事業、地域における地球温暖化防止活動促進事業、これに大変助けられているんですよ。これが、まあ、右側の、緑の点線で囲っているところなんですけど、まあ、この、環境省の補助事業を実施するにあたって、まあ、上から環境省とか、全国温暖化防止センター、これは、まあ、全国60にある地域センターを、まあ、取りまとめていただいているような、センターがあるのと、まあ、あと、各、都道府県にある地域センター、それから高知県とか、高知県内の、まあ、いろんな団体なんかに、協力していただいたりとか、また専門家をつないでいただいたりだとか、今、中間支援組織っていうことで発表させていただいておりますが、このうちが中間支援をするにあたって、また支援をしてくれるようなところ、まあ、こういうところがあるので、まあ、非常に、心強く思っておりますし、なんとか、計画づくりにも、参画できているんじゃないかというふうに、考えております。はい。で、では、じゃあ実際に黒潮町、日高村の計画づくりを、まあ、昨年度、どういった形で進めたかっていうお話をさせていただきます。で、まず、大きく、6つに分けて、温暖化対策のこの計画の、策定委員会。まあ、こちら、まあ、大体、どこでもね、ある、会議だと思いますが、まあ、ここ、まあ、3回ぐらい行って、計画づくりを、確定させると。それから、二つ目の町内作業部会。こちらが、先ほどセンター長の、紹介のところで、自治体職員向けの研修を行っていると、お話ししましたが、まあ、このちょっとノウハウが役に立ちまして、まあ、作業部会、計画を作るために、まあ、各課、どんなことを考えているかっていうようなことを持ち寄ったりだとか、あと、まあ、勉強会をやったりというところで、もうセンター長のノウハウが、生きてきたところであります。それから三つ目に、温室効果ガスの排出実態調査。これ、ね、脱炭素の計画作るときに、ね、データが全然ないとできないんですけど、ちょっとうちが今これ、手が出せるような、ノウハウとか知識がありませんので、ここは、委託をして、調査などをさせていただいております。で、4番目と5番目が、まあ、住民向けの、ニーズ調査だったり、事業者向けのニーズ調査ということで、まあ、計画作って、から、
ね、勝手にって言うてね、っていうことないんですけど、役場とかが作ったものを、はい、できましたよって、住民の方に、やってくださいねっていうんじゃなくて、まあ、やる前からいろんな意見なんかを取り入れて進めようということで、この4番と5番を、進めてまいりました。はい、で、あとは、まあ、1番目は実行計画の今印刷製本ということで、まあ、こちらは、まあ、製本、きちんと、文章を、まとめていったりだとか、まあ、そういう作業を行って、います。で、全部、お話ししていると時間がありませんので、少しポイントになるところだけご説明をさせていただきます。で、脱炭素計画づくりにおいて、大切にしたことということで、まあ、基本的にずっと、最初から、まあ、計画づくり、計画ね、いい計画できても、それ実行しないと、しようつって、ちょっとも減らないんで、やっぱり計画づくりじゃなくて、できた時のことを考えながら作っていこうと。で、それから、計画作った後に実行するためには、やはりその手前から、まあ、住民の皆様とか、事業者の皆様の意見を取り入れて、まあ、こういうニーズがあるとか、こういうふうなことはちょっとなかなか難しいみたいな、そういう、ご意見等をなるだけ集めようというふうに、取り組んできました。で、まあ、最初の方に話戻りますが、まあ、計画策定後、みんなで取り組んでいく計画ということで、まあ、実効性の高い、計画作りを目指してということを、まあ、常に念頭において、昨年と取り組んでまいりました。はい、で、町を挙げて、まあ、みんなで取り組んでいこうというところですが、やはりこのね、町が作る計画ですので、まずは、まあ、役場の方々が、まあ、みんなで取り組んでいく必要があるんじゃないかということで、この、作業部会というものを実施しました。で、今この集まっていただいているのは、まあ、各、黒潮町の、まあ、各課の、まあ、係長級の方たちに集まっていただいて、1回240分のこの会を4回実施しました。で、まあ、作業部会ということですが、まあ、参加された職員さんからは、いやいや、これ勉強会でしょうみたいな、最初ちょっとまあそんな、ことも言われましたが、まあ、ずっとやってみて、まあ、終わった頃には、あ、こういうね、他部局が集まる会があってよかったなみたいな、反応をいただいたり、今年度の初めに、まあ、この会にフォローアップというような形で、また別の担当者さんなんかも集めて、まあ、脱炭素に関するワークと、じゃあ、環境部局だけでなくて、他の部局もなんかできることがあるんじゃないかな、みたいな、そういうことを考える、ワークなんかをして、最後は、まあ、個人的に、まあ、重要発表、私はこういう、ことを業務に取り入れて、温暖化対策に寄与します、みたいな、の、一人一人言ってもらったんですけど、それが、一人10秒と全く足りなくて、一人1分とか、20人ぐらいが、なんかすごく楽しそうに話をしてくれて、まあ、こういう、取り組みの中で、まあ、町内、よくですね、この、温暖化とか環境のことって、いや、環境部局のすることでしょ、みたいなことを、よく、役場内で言われるということも、いろんなところから聞くんですけど、まあ、これをするにあたって、まあ、その、いわゆる環境部局でないところの方々の、まあ、理解だとか、そういうのも、深めていただいたんじゃないかなというふうに思っております。はい、で、それからあと、まあ、住民との関係性づくりということですが、まあ、こちらの、まあ、事業者さんも含みますが、まあ、右の方の写真では日高村の方で、まあ、住民さん向けの、イベント、オムライス街道キックオフイベントというのがあるんですが、そこで、まあ、計画今作ってますよとか、空城さんが、ゼロカーボン宣言しましたよというような、まあ、周知を、行いながら、また出展されている、事業者さんなんかとも、まあ、お話をしたり、で、まあ、脱炭素でこんなことを望んでますとか、またこういうことはやめてほしいみたいな、まあ、そういうご意見なんかを聞いて回ったり、してきました。で、左側の方の写真は、黒潮町の方での事例になりますが、これが、まあ、映画上映会、グレタさんの映画ですね。まあ、これを、行って、まあ、その時に、現在計画作りを行っていますというようなお話を合わせてしたり、で、その後に、まあ、居残りで、町民の方が残っていただいて、まあ、意見交換、2050年、まあ、脱炭素で黒潮町を
こんなのだったらいいな、みたいな、そういうような、ご意見なんかを付箋にいっぱい貼っていただいたり、そういうことをしてきました。はい。で、もう一つですね。まあ、これ、計画案ができたときに、なかなか、パブコメをやっても、ご意見が、いただけることが少ないみたいなこともお聞きしていましたんで、まあ、せっかくやるんだったら、なるだけ、住民さんの声を集めようということで、パブコメを実施すると同時に、まあ、パブコメを考える会みたいなのを、行いまして、まあ、最初20分ぐらい、今、案がこういうふうにできてますよっていう話をした後に、まあ、こちらも、質疑応答から、いや、こういうふうな計画になったらいいなとか、今のこの計画の中で、まあ、例えばその太陽光パネルをつけるってなってるけど、まあ、廃棄のことまで考えてますかとか、まあ、そういうような、まあ、プラスの面とか、マイナス不安に感じてる面なんかも、いろいろ、お話を、お聞かせいただきました。で、まあ、この、パブコメを考える会を、やったことによって、おかげさまで、40件もの、パブコメが集まって、で、12月の20日ぐらいにパブコメが締め切りでして、で、年明けに、回答みたいな、まあ、そんなスケジュールだったんですが、まあ、なかなか、年末に、ちょっと鼻気なりながら、嬉しいような作業を、して、なんとか、この会ったりパブコメも、いっぱい集まったというようなことがございました。で、まあ、この、まあ、パブコメを、考える会だとか、映画のイベントなんかにしても、映画の方も90人ぐらい集まってくれて、その後の居残りの意見交換なんかも20数名の方が残っていろいろ意見交換してくれたんですけど、これってただ単に役場の方が呼びかけたり、その事業を受託している受託者から、こういうのあるからって呼びかけても、なかなか住民の方はこんなに集まってないと思うんですよ。で、なんで集まってくれたかと言いますと、この写真の二人、温暖化防止活動の推進さんなんですけど、まあ、地元で、まあ、海の子供というような、まあ、二人組でグループを作って、まあ、学校の方に出前講座に行ったりだとか、で、ビーチクルーンをやったりだとか、もう日頃から、まあ、地域の方々と、環境活動を一緒にやってる。こういう方々が、まあ、間に入ってくれて、呼びかけてくれたり、一緒に企画作りに協力してくれたというような、まあ、こういうことが、すごく、町民の皆さんに広がった、ポイントなんじゃないかなというふうに考えております。で、じゃあ、まあ、こういうような取り組みをしてきて、まあ、いろんな、ご意見などが、集まってきたんですけど、まあ、子育て、福祉、それから暮らしに関することなんかとかと、あとは、まあ、仕事とかその他っていうところで、やっぱりここでもね、太陽光パネルのことでは、ね、廃棄のことまで考えてほしいとか、太陽光パネルいらないみたいなこともありますが、もうこれ、すごく良かった。計画はできた後に、いやいや、こんな太陽光パネルいらないなんてね、言われてもなかなか、対応が難しいんで、まあ、最初に、まあ、こういう意見もあるっていうことを踏まえて計画作りを行う。で、パブコメを考える会の時なんかでも、ね、昔よりかは、太陽光パネルのリサイクルもきちんと進んできて、有害物質なんかも、まあ、ほとんどなくなっていますよ、みたいな、まあ、そういう説明なんかもできたのが、すごく良かったと思います。で、この内容につきましては、またいっぱいありますので、資料の方をご確認いただければと思います。はい。で、みんなで描いたゼロカーボンの未来図ということですが、で、これもですね、まあ、今、先ほど、木原さん、藤川さんのお話にもありましたが、まあ、温暖化対策って、ただね、CO2 減らすだけじゃなくて、まあ、それ、脱炭素の社会を作ることによっていろんないいことがあるよ。ね、人口減少に歯止めをかけるだとか、まあ、環境保全につながるだとか、地域経済を発展させるだとか、まあ、こういうことを、常に、住民の皆様と、共有しながら、進めていこうということで、計画書の方にも、こちらの図を載せて、おります。で、このイラストも、まあ、計画作り、と並行して、行っていったんですが、この今の絵が、パブコミをしたとき、計画案の時点での絵だったんですが、まあ、ここからまた委員会で委員さんからいろいろ意見をいただいたり、住民さんの、まあ、パブコミの、意見とか、意見交換での意見なんかをいろいろ加えていって、最終的なのがこちらになります。で、この中にでも文字が入っているんですが、これも、
まあ、全部、住民さんとか委員さんから出た意見で、こちら側の事務局がこれこれっていうのは多分一つもなかったと思うんですよ。まあ、こういうところでちゃんと、絵として、残していくことで、まあ、住民の皆様とビジョンを共有する。あと、この意見って私が書いた文が載ってるとかっていうと、すごく地域の方も、やる気になったり、理解をしてくれていいんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、それから、あとですね、このコミュニケーション力、想像力というところも、こちらも策定委員さんの方から、出た発言なんですが、最初の、委員会の時に、いや、もうごちゃごちゃ対策の話をするより、まずきちんと、この、計画づくりにおいて理念をはっきりしようということで、未来への想像力を持ち続けることというようなことが考えられました。で、これもですね、まあ、事務局とか役場の方からこの話を持っていったんじゃなくて、委員さんからこれを考えようという話があって、で、この、文章を考えていただいたのも委員さんが、あ、それはそうだと。これは大事なことで、外部の人が考えるんじゃなくて、やっぱり地元の人が考えないと意味ないんで、ということで、1回目の会議が終わった後に、他の委員さんと相談をしてもらったりして、こういうような、文言が生まれて、まあ、この理念を掲げております。はい。で、まあ、最後、まあ、この中間支援ということに対してなんですが、やはり、ね、強い、意思表示トップダウン、ということが必要だとは思っています。で、この場合ですと、まあ、首長さんのゼロカーボン宣言とか、そういうものが当てはまると思いますが、ただね、その宣言して、やりなさいっていうんじゃなくて、やはり住民さんの思い、それから、実際に関わる職員さん、職員の皆さんの思いとか考えとか、やりやすいこととか、そういうものが、まあ、合わさっていく必要があると、考えておりまして、で、そこの間を取り持つ、なんかそのコーディネートをする、いろんな意見を集めたり、人や、まあ、人をつないでいくとか、いうことが、中間支援、組織として、必要なんじゃないかなというふうに、考えております。で、まだね、こちら、本当に昨年度手探りでやってきたもんですが、今、やってきて、こうだったのかなというようなことを、発表させていただきました。以上、高知県の取り組みです。ご清聴ありがとうございました。はい、どうも中村さん、ありがとうございました。はい。より気候変動問題に住民の方々にこうどうアクティブになっていっていただくかというところのさまざまな仕掛けをされておられて、以前お話聞かせていただいた時もそうだったんですが、またそれがこうより広い地域に広がっていっているんだなという形で、まさに中間支援組織としての役割を果たしておられるなというふうにお聞きをしていておりました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、4番目の報告に移っていきたいと思いますが、この4番目の報告が終わった後には、質疑応答、それから意見交換を行いますので、ぜひ皆様、今のうちにですね、Q&A の方をお書きいただいて、ご提出いただけたらというふうに思っております。また、そちらの内容の方を、取り上げさせていただくことになると思いますので、質問がある方はぜひよろしくお願いいたします。それでは、報告の方、4つ目の報告になりますが、滋賀県長浜市での取り組みという形で、バイオマスアグリゲーションの久喜さんの方からお話お願いしたいと思います。久喜さん、よろしくお願いいたします。バイオマスアグリゲーションの久喜です。こんにちは、よろしくお願いいたします。そしたら資料の方をちょっと共有させていただきます。あ、見えてますかね。はい、大丈夫です。はい。そしたらですね、私の方から滋賀県長浜市でのエネルギーエージェンシーの立ち上げの可能性ということでお話したいと思います。まあ、今、これまでの皆さんと違くてですね、全然これからの取り組みっていうことなんですけども、まあ、こんなようなことでアクションを始めてますっていうことで、ご紹介したいなと思っております。で、まず自己紹介なんですけども、僕はですね、バイオマスエネルギーのコンサルも18年ぐらいやっていてですね、で、もともと東京出身で、このバイオマスアグリゲーションって会社も作って10年目なんですけども、まあ最初東京の方で立ち上げてます。で、まあ自分はちょっとそのコンサルティングして、各地の支援する中で、より実践的な経験を積みながら、まあその経験を地域に伝播させていくっていうことをしたいなと思って、まあそれでですね、会社立ち上げて3年経って、地方の方に移そうという中で、滋賀県の長浜市の方に拠点移してですね、今取り組みをしているところです。
で、この長浜でもですね、ずっと自分バイオマスのことばっかりやってたんですけども、まあ、ここ2年ぐらいですね、地域エネルギーの話を具体的に進めていこうということで、取り組みが始まっているということで、まあ、そのあたりのお話をですね、今日したいと思います。で、その前に、エネルギーエージェンシーとの出会いということなんですけども、僕もですね、11年前ですね、フォアルベルク州の、州政府の、幹部であるアドルフ・グロフさんということを、方をですね、お尋ねして、まあ、前年までエネルギー研究所の、まあ、管理者してた方なんですけども、なんか本で読んで、向こうのエージェンシーの仕組みとか、E5 素晴らしいなっていうので、このグロスさんの話を読んでですね、もう会いに行こうと思って行ったんですね。で、会ってもらえなかったんですが、アポなしでもうそのまま、アポ取ったら会えなかったので、もう直撃したら会ってくれてですね、そこでいろんな仕組みについて学んだ1時間っていうのが僕にとってはもう今もですね、すごく大きな糧になってるっていうことで、まあ、今回、まあ、このようなテーマの回に呼んでいただけたこと非常に嬉しく思ってます。で、まあ、ここから長浜の話入っていこうと思うんですけども、長浜は、まあ、滋賀県のこの琵琶湖の北側ですね。琵琶湖と同じぐらいの面積の、場所にあるんですけども、まあ、森林が広がっている地域があったり、中心の、ところはですね、黒壁で有名な、非常にその、秀吉が作った町ということで、歴史のある町なんですけども、人口は11万4000人で、割とその地域多様性があるような地域です。で、風土的にはですね、もう秀吉の時代から市民が町を作るみたいなのがすごい強い地域で、この地域エネルギーをやるには非常にもってこいの地域なんじゃないかなと個人的には思ってます。で、そんな長浜なんですけども、まあ、最近になって、このゼロカーボン積極的に動き始めてますってことで、で、今日僕、バイオマスアグリエーションと合わせて、このエネシフ湖北っていう団体名で出させていただいているんですけども、まあ、4年前から細々とですね、このエネルギーで地域のことを考えていこうみたいな会をやっていてですね、まあそんな緩やかに、取り組みを進めている中で、2年前に地元の経済界の団体、湖北市民会議という団体が、これからもうエネルギー、ゼロカーボンのことを地域も考えていこうということで、立ち上がってですね。で、その中で、行政も答える形で、去年の3月に市はゼロカーボンシティ宣言をしております。で、昨年度ですね、ビジョンを作っていこうということで、長浜市から、うちの会社がですね、委託を受けて、長浜ゼロカーボンビジョン2050というのを策定しました。で、この中身なんですけども、まあ、今日参加されている皆さんも同じような考えで進めていると思うんですけども、この長浜のゼロカーボンで目指すゴールっていうのは、単に CO2 排出ゼロにするってことではなくて、このゼロカーボンを進める流れの中でいろんなイノベーション、そして新たな仕組みっていうのが生まれてくるので、それを取り入れて、地域の様々な課題解決を進めていこう。で、その先で、明るい長浜の未来につなげていこうというような、ビジョンを描いています。で、そのためにはやっぱり地域が、立ち上がっていかないといけないと。人任せはダメだよということを描いています。で、こんなビジョンのもとですね、まあ、これからいろんなデータを整備して計画的戦略的に進めていこうということなんですけども、その上で、この4つのファクターっていうのを重視して、長浜では取り組むこととしています。1つ目が、ピンクの地域主導型エネルギービジネスということで、まあ、地域エネルギー会社とかですね、立ち上げていこうと。で、2つ目にこの青のエネルギーエージェンシーと、その地域の、まあ、中間支援ということで、専門性だとかも含めて、サポートしていく、行政の取り組みですとか、民間市民の取り組みをサポートしていこうと。で、その他に、緑の自治体の脱炭素政策。で、最後が全てのベースになるような、人材育成ですね。これをしっかり進めていこうと。で、この4つのファクターに基づく、事業ですとか活動を、どんどん立ち上げていって、しかもそれらをですね、うまく連動させていくと。ぐるぐる回していくことによって、このゼロカーボンを通じた長浜の地方創生っていうのが実現していくでしょうということで、この4つのファクターを掲げています。まあ、その、うちの一つの、エネルギーエージェンシーというところなんですけども、まあ、これ、そのビジョンそのまま抜粋してるんですけども、ここにはそのヨーロッパのエージェンシーのロゴですとか、E5 プログラムのことも触れてますけども、このエネルギーエージェンシーと、地域エネルギー会社、これが両翼となって長浜のゼロカーボンの街づくりを牽引していくと。で、ビジネスとして進める地域エネルギー会社と、公益サービスとして、側面支援するようなエージェンシーという形で、
緑で進めていきましょうと位置づけています。で、まあ、いくつかモデルということで、サポートモデル出してますけども、啓発活動ですとか、企業の技術的なサポート、で、市民の、省エネ等の相談ですね。あとは自治体の脱炭素政策の、専門的なサポート。あとは人材育成の支援ということで、まあ、こういったことを段階的に立ち上げていきましょうということで、位置づけています。で、将来的にはですね、まあ、エネルギー会社一つなのか複数なのか立ち上がってですね、それを、緑の、行政が、支援すると。さらに足りない部分っていうのを、このエネルギーエージェンシーがサポートしていくんですよっていうような絵を描いて、いるところですね。で、まあ、こういったビジョンを受けてですね、今年に入ってからですね、実際にこのピンクの、地域エネルギー会社っていうところは地元5社でですね、今立ち上げて、PPA の事業開発から進めているようなところでございます。で、このエネルギーエージェンシーに関してなんですけども、なんでこの長浜でエネルギーエージェンシーを、位置づけていこうかっていうところなんですけども、3つ掲げています。まあ、1つ目が、長浜市のエネルギーまちづくり、まちづくり政策を、支えるために必要だと。まあ、行政の政策ですね。まあ、行政って今よく言われますけども、やっぱり、移動があるだとか、専門性がないだとか、まあ、どうしても、足りない部分があるっていうのを、まあ、外のですね、専門的な機関が支えると。それが一つ目ですね。で、二つ目が、プレイヤーを後押しして支える存在が必要と。このゼロカーボンとか、まあ、自分のやってるバイマスなんかもそうなんですけども、地域で、まあ、否定はされない、総論賛成で、やっていこうって盛り上がるんですけども、いざじゃあやるぞってなった時にプレイヤーが出てこないということ多々あるかと思います。まあ、そういった中でもこの後押しっていうのは非常に重要なんじゃないかなと。それは、専門的なこともそうだし、まあ、気持ち的なことも含めてプッシュする存在っていうのは重要なんじゃないかなってところですね。最後が、まあ、たまたま地域に専門家がいるっていうところなんですけど、まあ、これに関してはですね、自分もまあ、バイマスの専門家っていうことで、この市内に住んでいてですね、で、立命館大学のラウパーさんですね、シュタットベルケネットワークの初代理事も務めていた、ラウパーさんもですね、まあ、県内在住で市外なんですけども、まあ、頻繁にですね、セカンドハウスで、昨日、長浜の方に来て、僕ともすごく親しくしているってことがありました。まあ、そして平岡先生ですね、県大、地元も、長浜とも近いということで、僕らとも親交があってですね、まあ、こういった専門家がいる中で、エネルギーエージェンシーの立ち上げっていうのが具体的に考えられるんじゃないかなというふうに思いました。ちなみに平岡先生ですね、僕別のことで長浜のゼロカーボン手伝ってよって話をしたら、このビジョンに入れていこうとしたエネルギーエージェンシーの方に、まあ、先生食いつかれたというか、恥ずかしながら僕エネルギーエージェンシーの話を平岡先生そこまで突っ込まれてるというのを知らなくてですね。で、より盛り上がって、まあ、この取り組み進めていきましょうということで、先生にも協力いただきながら進めているところです。で、このエネルギーエージェンシーにつながるような話として、その NCF 広北っていう団体でも、まあ、地域の巻き込みコーディネートっていうのをいろいろ進めているところです。で、今年度は環境省の地域循環共生圏プラットフォーム構築事業もですね、活用しながらですね、いろんなアクションをしています。で、ここにも写真いろいろあるんですけども、ミートアップという取り組みをしていて、ゼロカーボン ×○○ っていうのをテーマに、もういろんなカテゴリーの人を集まってですね、みんなで勉強しながら目指したい姿とか課題感とかをですね、話し合って、で、これ、その勉強会で終わるんじゃなくて、次のアクションにつながる、特にビジネスにつながっていくような、まあ、そういった、学んで、それで立ち上がる、みんなでプッシュするみたいな、そんなアクションをしています。で、今年度は建築ですとか教育ですとか森林、交通などのネタで実施しているところなんですけども、本当にいろんな人いて、この前やった森林ではですね、うち風力の開発があって、それが反対運動もあってですね、すごく、まあ、揉めたりもしているところなんですけども、まあ、森林をネタにですね、風力の、事業者と、あと、まあ、反対運動を、まあ、最前線でしている森関係の人ですね、一緒に呼んで、ワークショップしたんですね。これおそらく行政は絶対できないのことだと思うんですけども、今日は風力のネタじゃないよと、もうこの長浜の森林みんなどうしていきたいの、何課題感感じているのっていう取り組みを、まあ、立場を超えて話しようよというような会を開いています。で、まあ、ここからいろいろ生み出すって中では、ちょっと一枚戻ると、
その建築ですね。ここに映っているの、僕の家なんですけども、まあ、いろいろエネルギーのことを考えて、バイマスも取り入れたような住宅にしてて、もう、視察が何百人も迎えているようなところなんですけども、ここで住宅のことをみんなで話し合った後に、もう、この青空ワークショップでですね、みんなで、じゃあ、どうしていきたい、どういった、ことが地域の中で、住宅の中で理想なのとか、これをするには何が課題なのっていうのを話す中で、一つアクションしていこうというふうに生まれたのが、高校での断熱ワークショップの話だったんですね。で、右の下のところに準備の写真がありますけども、今度12月に開催予定で、で、まあ、高校の先生もここに参加してくれていてですね、じゃあ、高校で一部屋、もう高校生たちに、断熱をしてもらおうと。で、上田市さんなんか確かあれですね、やられてたと思うんですけども、まあ、それを真似てですね、講師の先生呼んで、地元の工務店とかも巻き込んで、このワークショップやっていこうという一つ目のアクションにつながるようなことが、このミートアップからも生まれています。で、勉強会ということで、平子先生にエネルギーエージェンシーの勉強会などもしていただいたりもしています。で、この前ですね、ちょっと、かなり変化球の大々的なイベントも開催したんですけども、全国地域エネルギーサミット in 長浜、あんたの出番よということで、で、僕らとですね、環境省さんを通じて親しくなった、福岡県八女市の東さんという会社があるんですね。で、これは地元企業がそのエネルギーで地域を強くしようってやっていく取り組みの中では、すごく成功しているモデルだと思うんですけども、そこの中島社長とですね、まあ、意気投合して、なんかこのエネルギー通じて地域を盛り上げてこう強くしていこうっていう人たちの、まあ、その同士のつながりをもっと強くしていこう。まあ、それでみんなで共有していこうみたいな輪を広げていこうっていうのでサミットを開催したんですね。で、250人ぐらい、北海道から九州まで参加いただいたんですけど、まあこのチラシ見てもかなり変化球で、みんな T シャツで参加してるんですけど、よくあるようなエネルギーのシンポジウムみたいに、先行的な取り組みしているところの、セミナーとか、まあ、それが続くような話ではなくてですね、この日、エネルギーの話っていうのは地域をどうしたいの話をとことん話したんですね。で、その皆さん、エネルギーで地域を強くしたいっていう思いは一緒だよねと。それを確かめ合うために、課題感をとことん出したんですね。特に長浜のメンバーが、もう出しになって、行政、民間、市民の枠を超えてですね、自分はこうしていきたいんだ。そのために、でも行政がだるいなとか、いろんな課題感をぶつけ合って、その声にですね、参加者たちがわかるわかると、すごい共感を強く持ってですね。で、その中で、やっぱりみんな同じなんだなって思いを強めたと思うんですね。特に、この右上の写真で、この日一番、朝から晩までやってた中で一番盛り上がったのは、若手の行政職員が壇上に立ってですね、まあ市長さんちょっと退席された後だったんですけど、市長さんに直接言いたかったと。上司たちがいる前で、長浜市もっとできないかなって自分は思うんですよと。その役所内部のですね、いろいろ、思い、まあ不満も含めてですね、爆発させて、それを会場全体が、やれやれと、みんなも持ってやるから、みんながついてるから、どんどん行け、みたいな雰囲気があってですね、それがすごく良い一日だったなという印象でした。で、この一日を通じて、すごく、参加者の人たち同士のつながりも深まってですね、で、いろんなそれぞれの持つですね、強みなんかを生かし合うような、連携っていうのも自分たちもそうだし、自分も知らないところでもそんなつながりが、すごく生まれてきた一日でした。で、これ環境省さんにもですね、協力という形で、一緒に取り組んでもらったんですけども、この前ちょっとこのサミットの反省っていうことで、環境省さんたちとも議論してきたんですけども、まあ、今その地域エネルギーの中間支援のアプローチっていうのが、まあ、いろいろ議論される中で、これまでは例えば専門家とかコンサルの技術的な支援、啓発とかが中心だったんですけども、このあんたの出番よのアプローチっていうのは、とにかく巻き込みアプローチだったんですね。で、つなぐ、巻き込む、後押しするってありますけども、まあ、ベースには共感共有っていうところをしっかり持つと。エネルギーの話を、技術的な話を一日話し合うっていうよりも、どういう思いでやりたいのか、どこに課題感を感じているのかっていうのをしっかり共有することで、もうこの人たちは同志なんだと。だから連携できるんだっていうのを確かめ合うことができたんじゃないかと思うんですね。まあ、そういったような共感共有を広げて、次のアクションにつなげる、次の連携につなげていくっていうことが、非常に大事なアプローチの一つなのかなと思いました。ここはもう飛ばしますが。
で、まあ、その日本でのエージェンシーのあり方っていう中で、まあ、そのエネルギーエージェンシー、ヨーロッパのような専門性みたいなことっていうのももちろん重要だと思うんですけども、まあ、専門性だけじゃなくて、きちんとつなぎ役になる。それは地域内のつなぎ役もそうだし、外とのつなぎ役ってことで、ライトパーソンですとか、まあ、情報とのつなぎ役ですね。で、巻き込みっていう中では、プレイヤーをやっぱり後押ししてあげると。なんかうずうずしてる人はいっぱいいるんだけど、自分からはなかなか立ち上がれない。それを最後の一押しをしてあげるっていうようなことですとか、まあ、これから問題になるような、その地元の企業とかの、トランジションとかですね、そういったことも重要な役割になるのかなと思います。あとは、自治体ですね。なかなか動きの悪い自治体、いろいろあるかと思いますけども、そういった中で第三者の立場からプッシュしてあげるってことが、すごく大事なのかなということで、ちょっとそのサミットっていう形でですね、派手にやった中でもですね、この中間支援の役割っていうことをすごく感じた次第です。まあ全国的にああいうそのお祭りのような、ま、あの盛り上がりっていうのは、瞬発力では盛り上がると思うんですけども、まあ、これをちょっとベースにですね、じゃあ地域版どういうふうに落とし込むのかっていうのを、まあ、NCF の活動とかですね、地域の活動を通じて、これから長浜の中でチャレンジしていきたいなというふうに思っております。まあ、以上になります。どうもありがとうございます。はい、久喜さんどうもありがとうございました。具体的にね、日本の中でどうエネルギーエージェンシー、まあ、中間支援組織を作っていくかということで動き始めているお話、大変参考になる、これから非常に楽しみな話、多かったんではないかと思います。どうもありがとうございました。それではですね、ここからはですね、質疑応答の時間という形になりますが、先ほども長浜の方でも専門家として関わっておられるということでお名前が出てきましたが、滋賀県立大学の平岡先生の方にですね、進行の方をお願いしたいと思います。それでは平岡さん、よろしくお願いいたします。はい、改めまして、平岡です。第1回から、続いてですね、第3回まで質疑応答の意見交換の進行役を務めさせていただきます。で、まあ、前回はですね、オーストリアのボアルベルクですね、まあ、非常に先進的な、中間支援の取り組みについて、ご紹介いただいて、で、今日は第3回最終回ということでですね、今度は日本国内の中間支援の取り組みについてですね、4名の皆さんからご紹介をいただきました。結構お話を聞くと、本当に日本でも非常にもう、中間支援の取り組みとして非常にこうなんか面白いというかですね、注目したい、取り組みが本当に、各地で今展開されているんだなということを改めて知ることができました。まあ、ただおそらくですね、それぞれの団体の皆さん本当に多分いろんなご苦労を、されながら、資金的なところとか人員的なところとかでですね、本当に多くの課題を抱えながら皆さんかなりこう個人的な努力みたいなところでですね、取り組んでいらっしゃるのかなというふうな、ことも感じております。まあ、こういう取り組みをどう日本全体に広げていくのか、それを後押しする仕組みを作れるのかっていうところがですね、おそらくこれから大事なテーマになってくるのかなと思います。少しこれからですね、もうあまり時間がないんですけども、質疑応答意見交換をですね、進めていきたいなというふうに思います。で、早速ですね、もうそれぞれ、パネリスト、今日ご出演いただいた皆様に、お一人ずつですね、すでにいくつか質問が出てきております。で、非常に質問自体もですね、こう、なんか全体を包括していただいたようなですね、非常にこう、この議論ですね、話をする上でも非常にこう、いいご質問をいただいている部分がありますので、これにですね、それぞれ、各パネル、報告者の皆さんですね、ご自身に関係すると思われるところでですね、それぞれご質問にお答えいただき、まずは、一周目ですね、していただきたいなと思います。時間がなくて大変申し訳ないんですけど、お一人、2分程度ぐらいでですね、お答えいただければなというふうに思います。では、報告順ということで、まず木原さんからですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。チャットで回答させていただいたものもありますけど、人材ってやっぱり専門性、すごく大変で、現状知り合いというか人脈で、まあ、人を雇って専門性は働きながらどうにかこうにか必要に応じて身につけているという感じのところが多いんですけども、課題としてはやっぱり大学卒の方とか、そういう方をこれから雇用していこうと思うと、まあ、どうそれを募集していってるか、まさに悩みです。すいません、回答になって、なくて申し訳ないんですが、これまで自転車操業でなんとか走りながらやって
ってきましたけど、そこは悩みですというところで回答にならずにすいません。あと別にご質問をいただいておるのが、お二方、市町村、どのような中間支援組織が必要か、あるいは都道府県がそこにどう関わっていくべきかというところなんですけども、まず前回あったホワルベルグの話、オーストリアの話と日本との違いというところだと、日本の方がやっぱり市町村とかで人事異動があるというところがすごく大きくて、だからこそ、中間支援の仕事というのが必要性が逆に高いんじゃないかと僕は思うところです。なので、その自治体の基礎自治体の方をサポートするところがあった方がみんな楽になるよねっていう認識がまず日本に必要かなという気がしています。で、都道府県、との連携、都道府県の役割というところですが、もちろん都道府県、市町村っていうのの役割分担、関係が日本だと、ヨーロッパの、ね、州と基礎自治体の関係とはだいぶ違いますけれども、ぜひここは都道府県が、市町村と連携しながら、移動が多い中で市町村をサポートすると、市町村のサポートも都道府県の役割だということで、都道府県などがちゃんと財政的支出もしながら、中間支援組織が市町村のサポートもできるっていうところを、役割として、これは都道府県の役割というよりは国の制度の話かなというかもしれませんけれども、市町村を誰が支えるのかといったところをちゃんと制度化していく、財政の基盤を作っていくというところが、お願いしたいなと感じているところです。すいません、そんな発言でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ご自身で何とかされながらという話だったんですが、ちょっとだけ一つだけ追加で教えていただければ、やっぱり簡単エナジーをその共同センターから作るといった、やっぱり、外から見てると、相当の専門性がいろいろ必要になるんじゃないかなと、外部の方は思われるんじゃないかなと思うんですけど、その辺どういうふうにこう、専門知識とかそういうのをこう、つけられていったか、あるいは人材確保されたかっていうところだけ、少しだけお話しいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。それがなかったから困ったっていうのが正直なところで苦労したんですけど、なので最初のうち赤字も出しながらっていうところで苦労もしました。ただそこは、そのための中間支援組織の役割が大きかったのと、最初立ち上げは別の先行している新電力さん、具体的にはみんな電力さんですけども、のサポートをいただいたのはすごく大きかったです。で、立ち上がった後は、ローカルグッド創生支援機構さんというところ、地域新電力のネットワーク組織、中間支援組織さんが、もう本当にしょっちゅう勉強会やってノウハウ共有してお互い学び合おうということをやってくださってて、そういう組織、中間支援組織に支えていただいて活動開始できたというところで、自分たちだけでは絶対にできなかった、逆にサポートしていただく側に回って、その支援組織の必要性を強く痛感したという、そんなところでもあります。ありがとうございました。先ほど中村さんのところで多分お話もあったんですが、まさしく中間支援組織の中間支援組織が非常に大きな役割を果たされたというお話なのかなというふうに思いました。ありがとうございました。では続いて、藤川さん、よろしくお願いいたします。はい、やっぱり今おっしゃった、木原さんおっしゃったのと同じで、人材を確保するには予算が必要で、そういった予算は日本ではほとんど今までは用意されてなかったですね。やっぱボランティアベースになっては、本当にそうずっと伴走したり、ずっと専門性を高めてその仕事をもうその仕事に集中してっていうわけにいかず、今専門性がある人たちはもうすでに責任ある仕事をしている人が多いんですね。だから転職するとなると、よっぽどの給料を用意しないといけないっていうようなこともあると思うんですけど、やっぱそこに私たちもいろんなこうサポートとか相談事とかミーティングとか作戦会議とかやりますけど、ほとんどボランティアベースになりがちなんですよね。または、補助金を使ってイベントをやったり、でも自分たちは、人件費は出ないとか、でもこの形を変えないとこの先難しいと思います。ヨーロッパでの例をお伺いすると、そこに何億という、その州が何億という予算をかけていて、それが重要だということを認識されているので、それは本当にどうしたらいいんですかね。それをどうやって引き出したらいいのか、今先行地域などの地域エネルギー会社って、新電力って言わずに地域エネルギー会社って呼ぶようになりましたけど、そこに今とりあえず5年間予算があるのであれば、そこがそういった機能を持つように、今思ってなくても徐々にそっちの方向に持っていくという作戦はどうかなと、そんな風に思っています。で、専門性だけじゃなくて、やっぱり前に学びましたかね、コミュニケーション能力、こことここをつなげるとか、作戦会議をしに行くとか、
なんかやりっぱなしじゃなくて、後で話しに行くとか、まあ、そういった力が、やっぱり人材には必要かなと思っております。そんな感はい、あじ。りがとうございます。コミュニケーション能力、コーディネート能力が必要というのは、これはもう、ヨーロッパでももう、どこの組織でも同じようなことをおっしゃられて、本当にこれはもうどこでも共通する話なのかなと思います。で、あと、やっぱりその予算とかその辺をどうするかっていうあたりで、おそらく藤川さんもいろいろこう、県とかいろんなところとこう、なんか話したりとかして、ご苦労されているところなんかもあるのかなと思うんですけども、多分いろんなそういう、特に行政関係の方とお話しされていて、何かやっぱりこう、壁みたいなものとかもなんか感じられるところあるのかなとちょっと思ったんですけど、なんかもし差し支えない範囲に結構なんですけど、何かそこら辺少し、もしありましたら教えていただいてもよろしいですか。壁を感じておりました。でもその壁がどんどん薄くなっていって、やっぱりこういったいろんな活動を、うまく行政を巻き込んでいったり、または長野県の場合は本当に高い目標を持っているけれども、どうやってこれを実現するか本当に必死で考えていて、まあ、相談をしてくださるような、その回数が増えてきたように思います。なので壁はもうみんな大変なんで、みんなこの答えがない、どうやって編み出していこうかっていう時代が来たので、壁だいぶ薄くなって、垣根も低くなっていると思ないるます。ほど。はい。ありがとうございます。非常になんか、希望がちょっとだけ見えるような お話なのかなというふうに思います。ありがとうございます。はい。では、続いて、中村さん、よろしくお願いいたします。はい、中村です。まあ、自分のところにも、ご質問いただいてた部分で、まあ、募集をどうやってしましたか、みたいなところで、お二人のお話にもあったように、なかなか、本当は専門性高い人来てくれたらすっごい助かるんですけど、まあ、お給料のことだとか、いろいろあって、まあ、うちの場合は、まあ、コミュニケーションがちゃんと図れるような人っていうところを重視して、まあ、やりながら、温暖化については、まあ、覚えていってもらおうかなというような、まあ、そういう方向性で募集をしておりました。で、あと、最も苦労したところっていうような、質問ありましたが、本当に、自分自身、この計画作りっていうのも関わるの初めてで、例えば自分でできないこといっぱいあって、それを専門家の方とか、詳しい人に頼むときに、じゃあどうやって頼む？自分がイメージできてないものを、どうやったらきちんとこっちの思いとか、役場の方針とか、住民さんの思いが伝わって、ちゃんと戻ってくるような、そういうところがすごく苦労して、やっぱりいろんなところの計画見たりだとか、やり方っていうのは、もうその都度、勉強しながら、あ、この場合はこういうふうに頼んだら、こういうふうに返ってくるんだなというような、そこを最初に、想定をしたりっていうようなところが一番苦労したところです。以上です。はい、ありがとうございました。おそらくこの中間支援組織の中で、大きな役割、やっぱりこの自治体の政策支援、計画策定とか、それの実行支援というところが非常に多分これから重要なタスク、役割になってくるのかなというふうに思われる。一方で、多分そこってすごいなんか専門性があるあって、ちょっとこれは手つけづらいなって多分思ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、そのあたりは中村さんは、まあ先ほども少しお話しされてたんですけど、まあ結構もう本当に手探りっていう風な形で、もう仕事、こう関わりながら、学んでいかれた知識をつか、つ、つ、あの、つけていかれたっていう風な、そういうことですかね。あ、はい、そうですね。まあ、こうやって最近お話しさせていただく機会が、あるんですけど、本当に専門性が高くないうちでもできたんだから、みんな、ね、やりましょうって、伝えれることは伝えたいし、やはりその中間支援組織を支援してくれる、ね、エネルギーエージェンシーみたいなことがきちんと確立して、それを国や県がなんか支援をするとか、で、そこへ専門人材を派遣してくれるとか、そういうふうになると、ものすごいやりやすいんじゃないかなというふうに考えています。なるほど、ありがとうございます。はい、この辺もなんか一つ 今後の、光みたいなものもなんか見えてきたのかなというふうにですね、思います。ありがとうございました。でありは、がとうございます。最後になりますけども、久喜さん、よろしくお願いいたします。はい、クキです。その人材的なところで言うと、僕らは任意団体の NSF 校区っていう中で3人でやっていて、で、もう1人はワンスラッシュっていう、もう地域盛り上げる巻き込み上手な清水君っていうのと、あともう兼職だけど、プライベートの 仕事として関わってる桐畑君っていう、もう熱い3人でやっていてですね。で、まあ僕らも楽しくもやりつつですね、
本当に人件費なんてゼロの中でみんなフィーゼロでやってるので、本音はものすごく苦しいんですね。で、自分も3つの会社、自分の会社の他にエネルギー会社の経営とかやってて、もう片手間の片手間になってっちゃってるのがもったいないなってとこで、まあ、このあたりだと、木原さんとか藤川さんもおっしゃられたようなマネタイズ的なところ、あと行政の理解、まあ、こういったエージェンシーっていう位置づけに対する日本での理解っていうのがもっと広がっていくべきなのかなというふうに思ってます。で、僕らその中でマネタイズとしては、なかなかちょっと理解の薄いとか、アクションが民間に比べると鈍い長浜市っていうので、ちょっと市の人聞いてると嫌なんですけど、まあ言いますけど、そんな中で、まあなんか民間でやれちゃってるでしょみたいな見られ方をしているのが、ちょっとなっていうふうに思ってるのと、あとちょっと自分自身最近むちゃくちゃ思うのは、なんかエネルギーのこと一括りで、まあ、久木さんやってるでしょみたいので、まあ、いろんな相談が来て、相談来るのは嬉しいんですけども、なかなか負担になるばかりっていうシーンもあるし、あとは、エネルギー会社の立ち上げで経営も今自分が、本当に立ち上げのところを始めていたりして、そういうコーディネート機能もやって、なんかそういった全部今度久木さんってなると、行政が距離感をですね、すごく今測り始めて、なかなか、近づきにくくなってきたというか、そういったこともあってですね、やっぱりそのコーディネート機能の位置づけみたいなものと、その事業を実行するっていう立ち位置っていうのは、本当は別の機能であって、ただないところで、まあ同じ人がやってしまってるっていう、やらざるを得ない。まあ、木原さんなんかもそれで相当ご苦労しながらやってんのかなと思ってですね、やっぱりそのコーディネート、エージェンシー機能っていうものをきちんと位置づけとして見てもらう、認めてもらうってことは大事なのかなというふうに思ってます。あと、ちょっと一個質問というか、服部さん、コメントいただいてて、この前もサミット来ていただいて、だからまあ、若い、メンバーが本当にいろいろ盛り上がってやってるような地域なのかなというふうに思ってるんですけども、この巻き込みっていう中だと、僕はちょっと最近悩みというか、試行錯誤かなと思ってるのが、あえてエネルギー言わないみたいな場で、地域何とかしようみたいな話を深めて深める中で、課題感の答えの一つにエネルギーがあったみたいな。そうする方が幅広い層で、声が届きやすい。で、他の分野でもすごいとんがってやってた人が、あ、エネルギーにもいけるやんみたいな。なんかそんなような気づきを作っていく方が、実はなんか、すごいその後の突破力につながるのかななんていうのも感じてるので、まあ、ちょっとそういった思考もこれからしてみたいなと思ってます。以上です。はい、ありがとうございました。私も長浜に本当、今、いろいろ関わらせていただいて、本当に一緒にやってて楽しいな、楽しい人たちがいっぱいいるなっていうのが、一番なのと、本当にこう、比較的やっぱ若手の方が多い。それからやっぱり民間の方がこれだけ元気な街っていうのは、なかなかやっぱり、日本の中でも非常に、少ないな。で、おそらくそれはまあ、これまでの長浜のね、街づくりの歴史っていうところもあって。で、最後久木さんがおっしゃってたこと非常に興味深いなと思ったんですけども、そういうこう、街づくりの本当長浜プレイヤーの皆さんがたくさんいらっしゃる方々をどうやって巻き込んでいくのかっていうふうなあたりとかって本当に結構これも大きなテーマだなというふうに思ってですね、今聞かせていただきました。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、もう最後、時間に、もう残りわずかになりましたので、最後にですね、またもう一周、パネリスト、報告者の皆さんにですね、まあ、もしまた追加の質問とかになんかお答えする必要があればですね、していただきたいのと、あとですね、それぞれの地域、今後やっぱりここがすごく、これからやっぱりやっていくべきとこだ、あるいはやっていきたいということで、まあ、これからのその中間支援、あるいはそれぞれの取り組みのですね、まあ、決意表明というかですね、力を入れてやっていきたいところについてお話しいただきたいなというふうに、思っております。ではすいません。また同じ順番で木原さんからよろしくお願いします。ありがとうございます。本日ありがとうございました。まあ、一つはお願い、一つは決意表明という感じにしたいと思いますが、お願いとしては、お願いというか、ぜひ想像してみてくださいというお誘いですけれども、ノウハウってやっぱ人にしか溜まっていかないっていうところがあって、人ってすごく重要だなと思ってます。で、そんな中、行政の方からご覧になって、地域に久木さんがいらっしゃる、藤川さんがいらっしゃる、中村さんがいらっしゃる、まあ、場合によっては木原も入れていただけると嬉しいですが、そういう人がいると、面白そうだなって、もし今日思っていただけたのであればですね、多分それってコスト
効果すごくいいと思うんですよね。そういう人たちにちゃんと、まあ、組織、人にお金をつけた方が地域が回っていくなっていうのをもし今日イメージしていただけたのであれば、ぜひそれを制度にしていただきたい。平岡先生、フォアルベルグの州って人口何人で、中間支援組織何人の職員がいて、そして予算どれぐらいかって、またパッと教えていただいてよろしいですか？人口が今40万人で、職員が確か50名かな。で、予算が5億円か、すみません、6億円か、それぐらいだったと思いますし。ありがとうございます。京都府センターの予算が5000万円、年間5000万円ぐらいで、その10倍の規模、人数としてもそうですよね、ぐらいで動けたら、すっごい面白いこといろいろやれると思う。10倍っていうのがいきなり無理だとしても、そういう、まあ、人が地域にいてコーディネートする人にちゃんとお金をつけると、本当に地域動くぞっていうところを、僕信じてるので、ぜひ一緒に信じて仕組み化していただけるとありがたいなというふうに思います。多分無理して、現場の人が走り回ってるだけでは、もうそろそろ限界が来ると思います。決意表明としては、それでも、こういうところが役立つよねっていう、こういうところがあるからこそ地域が動くよねっていう実績がないと、制度化なんて無理だと思うので、久喜さん、藤川さん、中村さんの後ついてですけども、なんとか、確かにこういうのあると面白そうだねっていう実績、これからも作っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、キラさん、ありがとうございました。では、続いて藤川さん、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。さっき久喜さんがおっしゃったエネルギーから入らないっていうのは私たちも使ってます。上田リバース会議は2年ぐらいエネルギーって全然言わずにやってました。その方が共感が広がるし、最近は気候変動とアートっていうイベント、私たちでさえもう3回もやりました。すごい好評です。なんかアートのこの力が、すごい有効だなという経験をしました。でも、まあ、とはいえ時間はあまりないです。2030年までにあと6年ちょっとしかなくて、それまでに本当に CO2 削減できるのか、できなかったらどうなるのかっていうことを、まあ、すごく焦りながら思いながら、スピードアップして、やっぱり自分たちの地域は自分たちで作っていくっていう、まあ、そういった意思を本当に具体化していくっていう、そのスピードをアップするモチベーションを持つ人が地域にもっと育つといいなと思って、それにはやっぱり中間支援という組織がに、まあ、5億ぐらいお金が出るべきだと思っています。はい、以上です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では、続いて中村さん、よろしくお願いします。あ、どうも皆さん、今日はありがとうございました。まあ、ちょっと決意表明といいますか、ゼロカーボン達成に向けて、やっぱり実際に最終的に取り組むのって地域の住民の方とか事業者さん、それから、まあ、基礎自治体というところが主になると思うんですよ。で、まあ、地域センターとしましては、やっぱりもう2030年までには、まあ、高知県の話ですけど、高知県内の、まあ、全市町村が、その実効性の高い、本当にやるべきことを決めて、ちゃんと動けるような計画づくりを作っておかないと、2050年ゼロって間に合わないと思うんですよ。で、まあ、昨年2つの計画づくりをやらせてもらって、実際すっごいしんどかったです。けど、本当に2030年までになんとか計画作って、30年から20年でも短い期間ですけど、本当に実行するような、具体的な対策を、その基礎作りをなんとか頑張って、自分だけが計画作るんじゃなくて、他の事業者さんでもいいんで、なんか魂のこもった思いの入った計画作りを、高知県内の全市町村できればいいかなというふうに考えております。ありがとうございました。ありがとうございました。では、最後、久喜さん、よろしくお願いします。はい。まあ、皆さんもおっしゃってることだし、僕もさっきお話したように、このエネルギーエージェンシーっていう位置づけっていうのが、ちゃんと認められるだけで、まあ、マネタイズの話もそうですけど、だいぶもっといろんな動きできるんだろうなと思ってます。なんか今は本当に自分もその舞台に立つための、いろんなところの調整、それにすごい、手間、時間かけてる気がしてて、もうそういう舞台っていうのが当たり前だって整ってれば、それだけもっと本来やるべきことに時間もかけられるのかなと思ってます。なので、やっぱりこのエネルギーエージェンシーっていうものの必要性みたいなものが認められて、ちゃんと仕組み化するっていうことが重要だと思いますし、僕先ほどちょっとその11年前にフォアルベルク行って、すごくこの、必要性に目覚めた話しましたけど、その後、環境省さんとかにバイマスの提案と合わせてその話したりとか、いろいろ業界の中で話したりもしてたんですけど、まあ、タイミングじゃなかったのかなと思って、まあ、今回、その気候ネットワークさんがこういうような会を立ち上げてですね、積極的にその世に、発信していくっていうのはすごく大事なことだなと思いますし、僕も自分がより、やりたいことを進められるためにですね、
皆さん、今日の皆さんとつながってですね、まあ、この取り組みの必要性っていうのを、世に発信していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日はなんか本当に中間支援日本でのですね、整備強化に向けていろんな論点が、提示されたのかなというふうに思いました。私自身もすごく今日、得られるものが多かったなというふうに思ってます。で、やっぱりもう、今日お話しいただいた皆様は本当にこうそれぞれ個人的な努力でですね、何とかされてきたけども、やっぱりもうそれも結構限界にやっぱりもう来ていると思います。もう今日ご出演の皆さん、本当に皆さんお忙しい方々ばっかりで、ちょっと最近体調崩し気味の方もいらっしゃって、私もすごく心配しているんですけども、やっぱりもうこの個人の努力に頼らなくて、ちゃんとこれを社会の中でですね、ちゃんと支える仕組みっていうものを、これから作っていかなければならないのかな。まあそういった意味で、国や都道府県自治体とかとですね、いろいろこれから議論をしていく必要はあると思うんですけども、やっぱりこれ、いずれもこう非営利的な取り組みになりますので、ある程度やっぱ公的なお金っていうものもですね、投入していくことが必要になるのかなと思います。で、この制度をどう作っていくかっていうことに関しては、これもやっぱりいろんな人たちとか、議論をこれから、深めていく、活性化させていくことが必要かなと思いますので、今回のこのセミナーをですね、ぜひこうきっかけにして、この中間支援のですね、整備強化のあり方に向けてですね、こういった皆さん、いろんな方とですね、議論を深めていく場をですね、ぜひこう作って、個人的にもぜひ作っていきたいな、そういったところに参加できればなというふうに思っております。はい、ということで、ちょっとすいません。時間が伸びてしまいましたけども、質疑応答、意見交換の方、これで終わりにしたいと思います。トヨタさんにお返ししたいと思います。どうもありがとうございました。はい、平岡さん、木原さん、藤川さん、中村さん、久喜さん、どうもありがとうございました。今日、先ほどですね、平岡さんからもお話ありましたように、この中間支援というようなテーマのな、まあ、3回のセミナー開催させていただきました。これで、すべて終了ということにはなるんですけれども、今日もいろいろと皆さんからご質問等もいただいたように、非常に関心の高いテーマでもあると思っていますし、私、キコネットアクとしても、やはりこういったことを実現させていくということが何より必要になってくることだと考えております。ですので、今後もですね、こういった情報発信とともに、ぜひまた皆さんの方からもですね、こういうことを私たちの地域でやっていきたいんだと。で、だけど相談するところがないんだとか、もしそういったことがありましたら、遠慮なく私たちの方にもご連絡いただいて、今日のような専門家の方々、全国の皆さんとつながっていくような場づくりということもやっていきたいと思っていますので、まあ、遠慮なくですね、ご相談いただけたらというふうに思っております。はい。それからですね、今日たくさんの質問をいただいたんですけれども、やはりすべてにお答えをさせていただくことが叶わなかった部分というのがありましたので、こちらはまた文章の方でですね、できるだけ回答させていただきたいと思います。まあ、1週間ぐらい目処にですね、後日回答させていただきたいというふうに思っておりますので、ご了承いただけたらと思っております。また今日含めた全3回のウェビナーですね。こちらの方は、アーカイブという形で、YouTube で、ご覧いただくような形が、今後もですね、ご覧いただくということができるようになっておりますので、今日見逃した方ですとか、またご友人とか知人であるとか、ぜひ、こちらの内容を知らせたいということがありましたら、そちらをですね、ご活用いただけたら嬉しく思います。これでですね、エネルギーエージェンシー、中間支援に関するウェビナーというのは終了になりますが、今後もですね、キコネットワークでも、こういったイベント開催をしていきたいというふうに思っております。11月19日には、4年ぶりになるですね、市民地域共同発電所全国フォーラムを、京都の龍谷大学でも開催をする予定です。地域の気候エネルギー政策や再エネに地域づくり、こういったものに関心のある方に大変おすすめのイベントとなっております。現地での対面に加えて、オンラインでの視聴もできるようになっておりますので、ぜひまだお申し込みいただいてない方はご参加いただけたら嬉しく思っております。それからですね、上田の方でのイベントということで、藤川さんの方からもご案内をいただいていましたので、最後に少しご紹介させていただきたいと思いますが、上田の方で断熱ワークショップ先行してですね、行ってきた取り組み、こちらの方をですね、マニュアルにしたものが、近々完成をするということで、こちらの方のですね、資金の応募だとか、
それからこういった冊子の注文の受付などをされておられるということですので、ぜひまたホームページの方をご覧いただけたらということです。それからまた11月の14日には、上田の街中デザイン会議というものも開催をされるということで、こちらの方オンラインでの傍聴も可能ということですので、ぜひ関心ある方はこちらの方もお申し込みいただくと、今日のような地域での取り組みの一つの、どういうふうにしていったらいいのかなという実際の事例を見ることができるんではないかと思いますので、ぜひご参加お願いいたします。はい、それではこれでですね、今日のウェビナー長くなりましたが終了とさせていただきたいというふうに思っております。ご参加の皆様、ご報告者の皆様、本日誠にありがとうございました。また退出の際にはアンケートへの回答のほどどうぞよろしくお願いいたします。それではまたの機会にお会いしましょう。さようなら。